もこんにちは、徳仮面です。今回紹介するのはこちら、サビに強いラジオペンチ6インチタイプです。価格の方は300円になっています。ラジオペンチなので切る、掴む、曲げるということができます。切断能力は軟線 1.6mm、 導線 2.0mm になっています。本体の材質はカーボンスチールになってますので、仮にメッキが剥がれても錆びにくい素材だと思います。メッキはニッケルメッキです。グリップは塩化ビニール樹脂で非常に持ちやすいです。ニッケルメッキの表面仕上げで錆びに強いそうです。このように銀色のニッケルメッキがされています。非常に持ちやすいグリップになってます。試すまでもないと思いますが、切る、掴む、曲げるをやってみます。それではまず切るからやっていきます。こちらに導線があります。導線を切ってみます。普通に切れます。では次に掴むをやってみます。ワッシャーも簡単に作れます。では最後に曲げるをやってみます。このように曲げて輪っかを作ることができます。今回の紹介はサビに強いラジオペンチ6インチタイプでした。